尖閣諸島の緊張感は日に日に増していっているみたいだね。中国は待ってはくれないからな。いつ仕掛けてくるかはわからないが、そう遠くないうちに何かしら大きなアクションが予想されるぜ。ロシアもついに行動に移したみたいだし、日本も他人事じゃないよね。ロシアも中国も少し自分勝手すぎるよね。自己中心的っていうか、独裁的な部分は否めないもん。ほんとだよね。さて今回はそんな尖閣諸島問題について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、尖閣諸島についておさらいしていくよ。尖閣諸島とは、東シナ海に浮かぶお釣り島、北小島、南小島などの島々からなり、石垣島から北北西 270km の位置にあるんだ。尖閣諸島は江戸時代までは琉球王国に帰属しており、1879年に実施された廃藩置県琉球処分沖縄併合によって、実質的に沖縄県の施政下に置かれたよ。ただ、この実質的というのは、当時1885年の沖縄県が、国際的に尖閣諸島が沖縄県の施政下にあることを示し、公式に行政権を行使するために尖閣諸島に国領を建てようと国に伺いを立てた際、当時の日本政府は新国との軋轢となる可能性があることから、国領の設置を認めなかったんだよね。これにより、沖縄県設置後、しばらくの間は沖縄県日本が実効支配しているものの、国として領有を主張するまでには至っていなかったってわけ。その後、尖閣諸島周辺は日本の漁民による漁業が活発化して、これに伴い、1893年に沖縄県は、再度日本政府に対して、実効的かつ公式に漁業の取り締まりを行うために、尖閣諸島が沖縄県の行政区内であることを公式に認めるよう求めたんだ。これに対し日本政府は1895年1月14日に無主地宣戦という国際法の原則に基づき、尖閣諸島を日本領として編入し、国領を設置する閣議決定を行ったよ。この尖閣諸島の島々は国有地とされ、1896年には民間人へ期限付きでの無償貸与も行われることとなり、日本の実効支配下で尖閣諸島での経済活動も開始されるに至ったってわけだね。そして第二次世界大戦後、沖縄が米国の軍政下に入った際、米国海軍軍政不布告第一英号によって、尖閣諸島も米軍の軍政下に入り、後に琉球列島米国民政府及び琉球政府の管轄地域へ編入されるんだ。米国統治時代には、尖閣諸島上空まで米国の防空識別圏が設定されており、尖閣諸島の久場島と大正島は米軍の射爆場としても利用されていたみたい。1968年の海底調査により、東シナ海の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性が指摘されたよ。その埋蔵量はイラクの石油埋蔵量推定1095億バレルに匹敵する量であるとされており、それまで周辺国に見向きもされていなかった尖閣諸島が一気にクローズアップされたってわけ。1970年に台湾及び中国が尖閣諸島への領有権を主張し始め、尖閣諸島への自国民の上陸や米国での反日デモなどを展開していくんだ。特に中国については、中国の国力の増大及び軍事力の増強により、2000年代より尖閣諸島への圧力が増していったよ。そして、2012年9月11日に東京都の石原慎太郎都知事当時が主導した、東京都による尖閣諸島購入計画から、日本政府による尖閣諸島国有化に至る一連の動きによって、中国及び台湾は大きく反発し、反日運動を展開する運びになったんだ。両国は尖閣諸島周辺へ巡視船艇を多数派遣し、領海警備を行う海上保安庁の巡視船艇と衝突するまでに至っているね。2012年の尖閣諸島国有化以降、中国版海上保安庁である中国海警局などに属する中国公船の、尖閣諸島接続水域での航行及び領海侵犯事案が多発しているよ。2012年6月まではほぼ例外であった尖閣諸島での中国公船確認事案が2012年7月から急増していて、2013年8月には過去最高の延べ28隻の領海侵犯事案が発生し、2016年8月には尖閣諸島接続水域での中国公船確認数としては最高の延べ147隻を記録しているんだ。2019年以降は、尖閣諸島での中国公船による領海侵犯事案は月間平均延べ10隻前後、接続水域での航行確認数は月間平均延べ100隻前後となっており、尖閣諸島周辺海域での日中両国の緊張感は増すばかりとなっているよ。2020年2月20日から21日に発生した領海侵犯事案では、
中国海警局の2隻の艦艇が日本の民間漁船を追尾しながら日本領海に侵入しており、日本側の抗議に対して中国海警局は、自国領海での正当な警察権の行使であるとの旨の主張をしているみたい。これは中国公船による領海侵犯や接続水域での航行を常態化することにより、日本の尖閣諸島における実効支配を弱体化させたい狙いがあるものと思われるよ。2017年には中国海警局が国家海洋局から、中国人民武装警察部隊部系の系列組織へと組み込まれることになり、より軍事的な色彩の強い組織となったことにより、中国が他国への武力行使を行うハードルが下がったとも言われ、今後は今まで以上に強硬な活動を行うのではないかと予想できるね。日本政府は、尖閣諸島は日本国有の領土であり、中国や台湾が主張する領有権問題などそもそも存在しない旨の発表をしており、中国等に対して冷静に対応していく姿勢を示しているよ。しかしながら、この冷静に対応する姿勢は、ともすれば国内から弱腰であるとの批判を受けかねず、2020年11月に中国の王国務委員兼外相が来日した際、茂木外務大臣当時に対して、尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するためにやむなく中国は中国公船を派遣して対処している旨の発言をし、これに対して茂木氏が何の反論もしなかったことに批判が集まったぜ。後日、外務省はこの批判に対して、王外相が発言した席は、茂木外相当時との記者会見の場であり、これは日中双方が自国の主張を発表する場となっており、相手国の主張に対して議論を行う場ではなかったとの旨の見解を示しているけど、この見解が示されてもなお、国民からの弱腰批判はやみそうにないんだよね。そして、この日本の外務大臣の目前で王外相があたかも中国が被害者かのごとく発言し、日本の政策を全面的に否定したことに対して、茂木外相が何ら反応しなかったことは、日本が王外相の発言を認めたと日本国民に認識されても仕方のないことであり、この会見で茂木外相が中国に謝意を示したことも中国の主張を認めたように受け止められ、さらに非難の的となったよ。中国政府は尖閣諸島について、作法有給史録と呼ばれる古文書等の記載に基づき、尖閣諸島は台湾に付属した島々であり、明代から尖閣諸島は中国が領有する中国固有の領土であると主張しているようだね。これは、台湾は中国の領土であるのだから、その台湾に付属している尖閣諸島も当然に中国の領土であるとの主張ってわけ。そして、そもそも、尖閣諸島は日清戦争によって日本が中国から不法に奪ったものであり、それは戦後に正当に返還されたものと考えている旨の発言をしているみたい。2021年2月8日の中国外務省、王副報道局長の記者会見では、中国海警局の保有する船艇の尖閣諸島海域での活動は、法律に基づく正当な措置である旨を述べているよ。これは、2021年2月1日に海警局への武器使用に関する法改正が実施されており、これでは自らが生命の危険を感じる状況で、必要であると認めた場合には、同局職員の携行火器及び艦艇に搭載された火器等の兵装の使用を認めており、現場の判断で武器を使用することについても法律に基づいた正当な措置であるとの見解であると捉えられているんだ。米国は、尖閣諸島を含む沖縄諸島を日本に返還する際、尖閣諸島については中台両国の領有権主張に配慮して、日本に施設権があることについては認めたものの、尖閣諸島への日本の主権については現在まで明言を避けているっていうのが現状だね。2021年2月24日に米国防総省のカービー報道官は、尖閣諸島への日本の主権を認め、中国の行動を非難する声明を発表したんだけど、その2日後の26日の会見で、24日の日本への主権を認める発言を撤回し謝罪しているよ。しかしながら、尖閣諸島で有事が発生した場合は、日米安全保障条約第5条の適用範囲である旨も述べており、現状、米国は尖閣諸島への日本の主権については明確に認めてはいないものの、尖閣諸島の施設権が日本以外の他国に侵害される行為が発生した場合は、米国は日本と共同してその防衛に当たるとしているぜ。これは、日本の主権について米国は明確には認めてはいないということであり、万が一、中国への主権を米国が認めた場合には、日本の尖閣諸島への実効支配が一気に崩壊する可能性を秘める、非常に不安定な状況であることが示されているな。2021年2月25日に日本政府は、日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦等の艦艇が日本領海内に侵入した場合には、
海上保安庁が対抗措置を取れるとの見解も明確に示したよ。これは、現行の海上保安庁法での武器使用を明確化しようとするものであり、尖閣諸島における中国公船の動きに対応したものであることは明らかだよね。現状、海上保安官が対象者に対して武器による危害行為を行うには、危害射撃のみと定められていたけど、現在の緊迫した状況下では、さらに踏み込んだ実効的な解釈を行うべきであるとの意見が識者から出されていたんだ。そこで政府は、現在の海上保安庁法では、1正当防衛、20大凶悪犯の逮捕などの場合に限られる武器使用危害射撃について、外国公船や軍艦が日本に上陸する目的で日本領海に侵入した場合には、重大凶悪犯に該当するケースがあるとして、外国公船に対しての危害射撃も可能であるとの法解釈を明確にしたよ。これは、海上保安庁では対応が困難な事案における、海上警備行動が発令され海上自衛隊が行動する状況においても、外国公船に対して同様の危害射撃が可能になることになったってわけ。なお、自衛隊においては警告、威嚇、危害、命中という順位で危害射撃を行うことになっており、この全てが状況に応じて曖昧な目安となっていて、これにより敵の抵抗強度に応じた柔軟な対応が認められているよ。なんだかんだ後手に回っちゃうことは変わらないよね。尖閣諸島問題は、中国のメンツだけではなく、莫大な石油資源という非常に大きな経済的利益が絡んでいるため、中国の国力及び軍事力の増大に応じて、日本に対する圧力威圧は年を追うごとに増していくことが想定されているよね。現状、海上保安庁が巡視船を新造して、尖閣諸島の専従警備部隊を組織することで領海防衛の強化に当たっているけど、中国海警局の増強スピードには全く追いついておらず、遠からず、海上保安庁の警備能力を超える中国からの圧力が尖閣諸島周辺へもたらされることになると思われるよ。そのため、現在、欧米が中心となって、台湾海峡への航行の自由作戦を遂行しているけど、尖閣諸島防衛においても、このような多国間での相互防衛協力を本格的に検討する時期に来ているのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。